はい、今日はダジャレでも合格祈願。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、昨日ね、無事にお重しまいました。で、クリスマスツリーも、お正月前に片付けないで、まあ、せっかくだからってお正月中も飾ってたやつも片付けました。でもすっかり平常モードに突入いたしております。で、近づいてきてるのがセンター試験。もうね、この間、だるま作ったじゃないですか、年末に。で、だるまも作って、もう今ね、本当に頑張ってるな、受験生って。うちの娘だけじゃないですよ。他の周りのね、娘のお友達もみんな頑張ってるんで、本当にね、私たちは見るだけ、見てるだけ。親は本当見守ってるだけです。ドキドキしているので、まあちょっとだけね、なんとかちょっとだけでもいいから応援してあげたいなっていう気持ちでだるまも作り、で、今日は、ちょっと紙ゴムをね、一個作ってあげようかなと思っております。で、その前に本日のお茶なんですが、これどこのだろう。これ春の奇跡って、要するに花粉症に、春の花粉症に向けて、ちょっと今からね、少しずつハーブティー飲んでいこうかなと思いまして、スギ茶とテン茶。テン茶ってアレルギーに効くって言われてるお茶で、で、シンジウム茶とルイボスティーがブレンドされてるっていうお茶でございます。これね、何パック入ってんだ ?30 パックぐらい、ティーパックなんですが入ってて、で、これをこう煮出して、飲んでおります。まあ、今ぐらいからね、ちらほらと、準備していかないと、春にね、私、花粉症なのでとんでもないことになりますので、少しずつ飲んでおります。で、てん茶なのでね、甘いんですよ。ほんのり甘くてね、美味しいです。はい、じゃあやっていきましょう。で、今日何を作るか。というと、五角形。五角形の紙留め、紙ゴム。の飾り、五角形ですね、のモチーフを作ろうと思います。五角形、五角なので、合格というね、娘に言ったらダジャレかい、親父ギャグかって言われましたけど、親父ギャグでもいいんです、験担ぎです、みたいな。はい。で、作っていきたいと思います。編み図はもう本当に今日さらっといきますね。編み図、輪から始めまして、で、五角形なので基本5個です。細編み5個。からスタートして頂点になるところに細編み3目ずつ入れていくとあら不思議五角形になっていきます。はい。でちょっと分かりやすいようにコットンの糸なんですけれど明るめの色で、でうちの娘に編むときは娘とか娘のお友達に編むときはちょっとね校則もあるので制服と一緒にねつけられるように黒とか茶色とかで作ってあげたいと思います。よいしょ。でまずここで鎖編み一つして細編み5目ですね。すごい簡単なのでもうほぼノーカット状態でいくと思います。 1,2,3,4,5 5目なので5目目というか1目目ですね。もう捕まえた状態でよっこいしょ、ちょっと端っこの糸引っ張ると輪が縮まってくるので、縮まった方のこっちとこっちだとこっち縮まってるので縮まった方の糸を引っ張ってあげるともう一方の方が縮んできます。で最後にまたこの端っこの糸をひよって引っ張ると輪っかが全部ちっちゃくなりました。でもう針がもう通ってますのでそのまま引き抜いてしまえば輪っかができる、円が出来上がり。でここから、まず鎖編み一つで立ち上がって同じこの真下のところに細編み 3つかな、1目に対して3つずつ、よいしょ、1 2 3、はい、次も1 2 3って、よいしょ。じゃあ全部で、3×5 なので15目かな。よっ。よいしょ。で1、2、3と。でおしまいで
横縦横縦横なので、ここによいしょ針を入れて引き抜き編み、この状態でもうなんとなく五角形になります。でここからまた鎖編み一つ立ち上げて、まず同じところに細編み一つで、次の目に細編みを3つかな、よいしょ、で細編み1つ細編み1つで細編みを3つ、1、2、3で細編み1つ細編み1つで次細編み3つ、で細編み1つ細編み1つ細編み3つ、1、2、3で細編み1つ細編み1つ細編み3つ、よいしょ、で最後に細編みを1つ編んで、横縦横のところで終わり。これでなんとなく五角形になっています。でこれをこのぐらいかな、あまりね大きいとね紙に縛って邪魔になってもなんなのでね、勉強の邪魔にならないこのぐらいの大きさにしましょうか、よいしょ。でこれをもう一個作ろうかなと思います。これはねさらっと一瞬で作ろうかな、一瞬で作ろうかな。ほい。はいはい。で、2つできたので、よいしょ。2つ重ねて、よいしょ。ちょっとこっちを、糸始末かけちゃいましょう。で、2つ合わせて、ちょっとね、1枚でね、ペロンとね、これちょっと今うち探したら出てきた、これ多分ボンドでピタッと貼ってしまうタイプの紙ゴムだと思うんですけど、1枚でねペローンでもいいんですけど、なんか弱っちいので2枚重ねてちょっと厚みのあるものにドーンと作ってあげようかなと思います。ので、あ、2つ合わせるので、まずもう1個の方はちょっと糸始末かけます。こうよいしょ、外表状態で合わせまして、次の段を編むみたいな感覚ですかね、よいしょ。今ここで一つ立ち上げて、同じとこに細編み1つで、もう一個、よいしょ、はい、細編み1つで、次ここに細編みを3つ、細編み3つにすべきか、一番これ最後にしたいので、1つ細編みして1つ鎖編みして、同じとこに細編みにした方がカクッとなりますかね。で次、よいしょ、細編みを1、次2、3、4つかな。4つ編んで、で、また、ここに、細編み1つ、鎖編み1つ、同じとこに細編み1つ。で、また、1、3、4で細編み1つ、鎖編み1つ、細編み1つで、また、はい、1、2、3、4、はい、ここ目、
に細編みと鎖編み一つして同じとこに細編み。で1、2、3、4、よいしょ。で細編み一つ鎖編み一つ同じところに細編みを一つ。で1でもう一個2。これで横縦横のポイントに来たのでおしまい。はい、五角形でございます。結構な大きさになった結構な大きさになったな。これちょっと髪の長い子じゃないとボリュームに負けそうな感じになったな。ここにねピタッと縫い付けてもいいかな。縫い付けてみますか。まあ、ちょっと仮止めもいいとこですね。あとでボンドで留めようとは思いますけど、まあ、こういう感じで五角形。ちょっと大きいな。で、子供たちにはちょっと今ね、これ分かりやすいようにちょっと太めの糸で編みまして、これ見れば分かるんですけど、実際編もうとする糸はこれよりちょっと細いので、これよりちっちゃくなります。なのでこれ茶色と黒を使って、まあ、制服でもね、こう大丈夫、さりげなく合格できるように、五角形をこれから黒と茶色で作っていこうと思いますね。本当に今日はさらっと行こうと思います。はい、今日は、合格祈願の五角形五角の、紙ゴム作りでした。また明日何かやっていこうと思います。実はもう一人の子の方にも、ちょっとしたものを作ってあげないとなと思っております。それではまた明日。じゃあ。